くお願いします、はい。はい、質問コーナーです、はい、地元のいいところを教えてください。3人は富山から来ました。富山で、私は小松から地元です。お近い、はい、富山にはですね、うん、世界一美しい、うん、トイレ違います。なんですか、トイレの神様。スターバックスがあります。おー、スターバックス。ぜひ関水公園ってところで。綺麗なスターバックスってどういう意味なんですか。まあ、ああいう環境下にスターバックスは基本はないかなっていう。自然の中に、公園の中にスターバックスがある。あ、わあ、いいですね。美味しく飲めそう、コーヒーが。美味しいです。世界一なんで。世界一なんですか。世界一だって言われてます。へえ、素晴らしいってこと。ロケーションが、うんうんうん、あ、そうなんですね。じゃあ富山に行った際には公園のスターバックス、はい、石川県にも世界一美しい駅がありますので。何駅？金沢駅です。あれか、金沢駅。あれも世界一美しい。あれ世界一。あ、そうなんですね。富山、石川に2つありますんで、はい、世界一が。よく帰り見てみます。あの、純ちゃんが降りた側じゃない方の側がなんか派手な東口、うん、金沢駅話出ましたけど、北陸新幹線開通したんで、はい、で今度小松まで開通する予定なので、おー、うんうん、ってところですかね。でここまで来れる。1本でボンと来れるんですね、うん、3時間20分くらいで来れるのかな、そしたら。いいですね、うん、行きましょうか。そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。あー、これはアウトだー。わー、ナイス。ちょっと耐えて耐えて耐えた。あ、行った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 。あれ、あー、これもやばい。これは行っちゃった。オッケー、ナイショー。向いてる方に行った。うん、いい感じです。おはようございます。雨が降り始めて、カイロを7つ8つ装備している、はい、寒い中、はい、寒いですね。石川出身の方は、はい、あ、じゃあ石川から。ご飯が美味しい。おー、それはいいね。金沢はなよ、人も優しいです。おー、ご飯が美味しい、うん、優しい。あとゴルフ場が安い。主に石川でゴルフするんですか。はい、うん、私北海道。北海道、北海道から来た。北海道から来てるんですか。いや、こっち。あ、嫁いで。おお、北海道から来て楽しいですか。楽しいですよ、すごい。あったかいし。あったかいし。北海道よりあったかい。積もったりもそこまでしない。積もっても溶けるし。あ、溶けるし。あ、そっか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 。おいしょー。よっしゃー、強い。そこ越えます。わー、ナイスよー。よっしゃー。よっしゃー。動いてください。すごい。今日どうですか、どうですか、どうですか。雨の中、あ、すみません、ありがとうございます。ナッツのコーヒー、美味しいです。あ、めっちゃいい匂い。美味しいよね。地元の、はい、いいところちょっと伺いたくて。一応ね、北陸ゴルフ女子で富山、福井、石川なんですよ。はい、最後でこれで北陸ゴルフ女子。これでも全員北陸ゴルフ。出てます。魚が美味しい。魚が。どの魚が美味しいですか。カニ。カニ。出たよ。今富山の人にも魚って聞いたらエビって言われて。いや、でも、でもカニは越前ガニが一番美味しいです。そうそうそう、越前ガニが一番美味しい。石川はカノーガニです。カノーガニ、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 そういうカニが。ちゃんと山県はホタルイカです。ホタルイカ、方言とかってありますか。最後の語尾にチャってつけます。チャ、チャ来ましたね、チャ来ましたね。そんながいっちゃ。うん、あ、上矢印のね、はい、ちゃってやつですね。合ってる合ってる、純ちゃん合ってる今の、うん、石川は、石川はマシマシマシミマシキマシ食べます、食べます、食べます。ジジ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 かっこいい、ジかっこいい、ゼやろかっこいい、ゼゼゼゼは富山で、ジジは石川は。よいしょー、うまい、うま。レインウェア関係ない。よいしょー。おー、オッケーオッケー。おー、おやっちゃった。帰る、帰った、帰った。魚が美味しいです。魚が美味しい、はい、魚といえばホタルイカ。ホタルイカ、やっぱ一緒だ、やっぱみんなエビとイカ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、カンブリ。みんなそんな感じです。マス寿司も美味しいです。マス寿司もね。あ、マス寿司ね、うん、すごいうまい。そうか、うん、兼六園と金沢寿司
兼六園と金沢城で今ライトアップが綺麗です。ああそうなんですね。金沢城のお堀のところが残ってて兼六園の横にあるんです。デートスポットです。そうね、そうそう、夜いいです、ね、うんうん。サンダーバードできました。サンダーバードどこから？石川から。おお、大阪から。雪のイノシシに衝突して1時間15分。サンダーバードがイノシシにぶつかって、昨日12時に着きました。お疲れ様です。すごいですね。それでラウンドしようと思ったらこの雨で、最悪ですね。おお、大丈夫、大丈夫、結構渋いヘッドですね、それ。バルドです。バルドか。あよいしょ、いい、大丈夫大丈夫。バンカー越えろ。おー強い、強いよ。さあ今トップの人がおります。はい、ツオはこの雨で我慢のゴルフです。もうあの元の元の方なんですよ。やっぱり今はカニがもう漁師いっぱいいるところなんで、そうそう、もうタダで食えちゃう。タダでらしいです。持ってきてくれる。持ってきてくれます。余ったよって玄関の先に置いている状態でも今みんな金沢持ってくるのになかなかくれない。能登の観光案件をください。福井のいいところ、福井はなんかね、カニとやっぱ魚介ですね。あ、魚介、うん、魚介も美味しいです。ハチミロカスカちゃん、何だ、何ですか、エレクトーンでめっちゃうまい。へえ、流行ってるんですか、 YouTube で、うん、YouTube でハチミロカスカちゃん、アスカちゃん。私が最近 YouTube でエレクトーン見たけど、その子かな、じゃないの、もしかしたら世界的に、ね、うん、すごい上手な子。じゃあ行っちゃいますか。そうですね、はい、じゃあ4人で頑張りますか。頑張ります。えいえい、おーい。おお、じゃあエスティバンで行っちゃいます。はい、お願いします。行ったれ行ったれ。うわー、すごい音いった。ちょっとこすったな。てかね、当たった時のボールが見えない。なんか、ね、初速が違う。おお、戻る戻る戻る。おお、戻した。やべ、やべ、戻れ。止まった止まった止まった。地元のいいところ、はい、いいところいっぱいありますけど、何でしょう。建築、食べ物。いい建築は何ですか。鈴木大拙館。鈴木大拙館、何ですか。有名です。哲学者のなんか、まあなんていうか功績を称えたような記念館あるんですけど、アートの方ですね。アートの方ですか。僕ですか、うん、あのアパレルです。あ、会社アパレル、はい、ここです。あ、そうなんですか。あ、ビームスゴルフですか、はい、ゴルフのレーベルの人たちそんなに知ってる人間いないです。あ、ゴルフじゃない方でね、はい、ビームスのプロパーのお店を金沢の。おー、はい、そうなんですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。戻れ。大丈夫そう。あ、来ちまだ。耐えて。ギリギリかな。おお、まっすぐ行っちゃった。大丈夫。はい、戻った。飛ぶね。今日お土産をね、買って帰りたいんですけど、はい、何がおすすめですか。お土産。ほらあれ。何あれさあれさ。何。振った、振って終わった。すごい俺方言めっちゃ言っとったんにね。じゃあ方言行きましょうか。方言にしよう。よう言うたのはエンナっていうのは。エンナ、なんかちょっとうまいこといかんかったりとか、クソ、クソみたいな、クソみたいな時はエンナ、ミショットしてエンナ。ちょっと今やってみせてください。え、まず出るんで大丈夫ですか。今出るんで実演する。ぜひ見て。クソっていうよりいいかもしれないね。そうそう、ね、クソってよりエンナ、エンナ柔らかいよね。ぜひ、じゃあエンナ見せてください。はい、エンナ見せますね。わー、終わった。完璧じゃん。おー、体型がダスティンだもんね。体型がダスティン。うまいじゃん、こんたさん。飛んでます。振るね。いいな。変な出てないよ。おー。よいしょ。変な。
おいいじゃん。縁だ。中途半端だ。すいません。中途半端でした。お土産を買って帰りたいんですけど、はい、おすすめのお土産を。おすすめお土産。なんだ今。金唾。金唾、中田の金唾、中田の金唾、最後それはいいと思う。中田の金唾ね、と金箔入りのね、金箔入りの美容液、松屋の味噌、松屋の味噌、あっちで売ってる、売ってんすよ今、永谷園が買っちゃったから。そう、駅に売ってますか？駅に売ってる、売ってる。 あとビーバー、ビーバーはないよね多分ね。北陸製菓のビーバー売り切れだよ多分。アブトラのナマコの石鹸並ばなきゃいけない。ああ、ナマコの石鹸もいいね。ナマコの石鹸。うん、それはいい、すごくいい。ナマコ喜ばれるよ、お友達に。顔洗うの？うん。どこでも洗ってないじゃん。全身 OK。全身 OK のナマコの石鹸。石鹸。うん。おぉ、バルドナイショー。上手い人ちゃんとすぐ構えられるんですよ。あ、迷いがないんだ。あ、なんていうかな、みんな右向いちゃう。こんな感じでよかったですかね。みんな右向いちゃうんですよ、ここは。うん、あ、入ってこい。大丈夫そうかな、ギリギリ。どうどう、ギリギリ飛ばないで。残った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 。よいしょ、回ってる。これどう？バンカー。よいしょ、いいリズムだ。ナイスです。おすすめのお土産。月夜宮町。月夜宮町、うん、それ何？羊羹。栗がめっちゃ入った羊羹。月夜宮町、はい、僕さっきここに行くときに、金沢とか石川県は和菓子の種類が多すぎるからちょっと聞いてみっつって、たらみんな違うこと言うでしょ、うん、そう。ふむろ屋さんのお吸い物って誰か言いました？言ってない。ふむろ、ふむろ、ふむろ屋さん。お湯かけたら広がるやつ。そうもなかみたいな。はいはいはい。崩してお湯入れたらお吸い物、うん、お吸い物になるやつ。福井県。じゃあ福井県のお土産、はい、福井県といえばやっぱりさつきがせです。さつきがせ、さつきがせ定番です。あ、どんな形？おせんべいで、おせんべいでピーナッツ、ピーナッツが入ってます。定番で、こうなってるやつ。あ、そうそうそう、すごい。なんか誰だかだ、わかるかな、こうなってる。そう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 、耳がついてる。福井、福井メーカーです。そうなんだ。越前ガニ来た。でもこれも石川県民とバーサスになっちゃうんです。石川の人は福井の方がうまいってよく言いますよ。ブランドが一応そう、どこで上がるかってだけの話。一緒なことです。あ、カニは一緒なんですか？一緒です。鳥取の場所だけ、水揚げ漁港が違うだけで、鳥取の島根とかも一緒です。ブランドで高い。そうです。大間のマグロみたいなもんや。そうです。そうなんですね。今がシーズン。どっちが高いですか？福井県で取れた方が高い。福井県高いと思います。物によってですね。物によって。でかければ。そう。でかければ十何万としますか。一個。ありがとうございます。いろいろいただいて。じゃあ T シャツの準備。はい。はい、おお、戻る。戻るよ。いいところ。よく見える。ショー。ナイスショー。おいしょ。柔らかい。あれ、あのキャロウェイのちょっと大きいやつ。あ、僕はジュンちゃんたちが勧めたから速攻買いました。あ、売れたらしいよ。売れたんだ、うん。まあ、でもあれ本当にいいボールですよね、うん、マグナボール、うん、ちょっと大きいやつ。大きいやつ。え、皆さん富山？全員富山。あ、じゃあ富山の話聞きましょうよ。じゃあ富山の、そしたらおすすめのもの、場所でも。結構食べ物じゃないかな。お魚、お魚、やっぱお魚、やっぱお魚です。お魚といえばブリ、カニ、カニ、ブラックラーメン。ああ、ブラックラーメン食べたい。あれ、そうなんだ。富山ってブラックラーメンってのがあるんですよ。へえ、うん、カップ麺とかにもなってるんで。もう汁が黒、麺が黒、汁が黒。あ、汁が黒いの。なんで色が黒いのかな、なぜかわからない。ブルーカラーの動いた人のそうそうが塩分取るためにしょっぱくできてる。ご飯と一緒に食べるラーメン、うん、ラーメン美味しそう、うん、ブラックラーメン食べましょう。降りないと思います。帰れね、駅構内にあるんで。降りて、うん、じゃあ打ちましょうか。はい、お願いします。あら、大ホームラン。
おっしゃー。飛んでます。しょー、おーなっしょーなんだが、戻る。ナイスショー。ナイスボール。ナイスです。